弁護士カフェ、この時間は琴に暁法律事務所、長友国際法律事務所の提供でお送りします。こんにちは、今日のパーソナリティは弁護士の小野明義です。どうぞよろしくお願いいたします。琴に弁護士カフェは札幌市西区琴にの弁護士事務所、琴に暁法律事務所と長友国際法律事務所の弁護士によるラジオ番組です。ラジオをお聞きの方は弁護士にどのようなイメージを持ってるでしょうか。相談すると大事になるのではないか、もしかしたらたくさんお金がかかるのではないか、そんな訪問しづらい印象はないでしょうか。琴に弁護士カフェは地元の弁護士として地域の皆さんにもっと頼られる存在になりたい、そんな思いからスタートしました。どうぞ15分間お付き合いください。改めまして皆さんこんにちは、琴に弁護士カフェの開店です。今日の担当は琴に暁法律事務所の弁護士小野明義です。よろしくお願いいたします。だいぶ暑くなってきましたけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。いやー、なかなか寝苦しい夜がありますけれども、ちゃんと寝れてますかね。僕何回も夜中に起きちゃって、うちの妻なんかからはだいぶおじいちゃんになってきちゃったんじゃないのみたいなことを言われますけれども、まだまだそんな年じゃないと自分では思ってるんですけどもね。なんかでもこう夜中に何回も目覚めちゃうと、こう眠りも浅くなって、体調が崩しちゃうんじゃないのかなって心配になりますけれどもね。まあ今のところはそういうこともなくですね、なんとか元気にやっております。ということなんですけれども、新型コロナウイルスですね、まあ皆さんももうこうニュースでたくさんやってるので、もういいよっていう感じかもしれないですけれども、まあまあ収まりませんね。なかなか札幌少し収まったのかなって思ったら、すすきのでね、クラスターが起きてたりっていうようなことで、なかなかやっぱり収まんないですね。やっぱりこう人の意思じゃどうにもならないようなところがあるんでしょうかね。私はですね、札幌弁護士会の方で研修委員会っていう委員会に入っておりまして、札幌弁護士会に所属してる弁護士はですね、大体何らかの委員会に入ってるんですけど、私は研修委員会なんですよね。でそこで要するに会内サービスですよね、弁護士会に所属してる人たちのサービスとしてですね、研修を行うことをやってるんですけれども、事務を担当してる事務職員の方の向けてですね、研修をするということになりましてですね、私がその準備をしてたんですけれども、なんとですね、Zoom でオンライン配信をするぞっていうことになったんですよね。やっぱりですね、この時期ですので、こう人を集めて研修やるっていうのが抵抗ありますし、やっぱり危険じゃないのかっていうような話になりまして、一応一部屋30人入れるような部屋に、10人以下の人数であれば集めてもいいよっていうような、そういう基準は一応あるんですけれども、それでもやっぱり人集まって研修するのは抵抗があるなっていうことで、講師もですね、マスクを着用して、で、できたら皆さんオンラインで受けてくださいねっていうことでですね、研修をオンライン配信することになりまして、私がその準備をしてるんですよね。いやー、もう全然畑違いのことなので、すごくこう大変ですね。いや、普段こうやってこうテレビのお仕事とかされて、まあそういう人たちに比べれば全然こう大したことないことをやってるんでしょうけれども、まあまあ大変でしたね。普通のビデオをですね、パソコンにつなぐだけじゃ全然映像が出てくれないんですよね。なんかこうビデオキャプチャボードとかいう特別な機械が必要みたいでですね、私それを買ってですね、くっつけてみて、あ、ようやく映り込んだなっていう風になったらですね、次はじゃあ音声ちゃんと拾えてるのかですとかね、こういろいろやらないといけなくってですね、この準備がまた大変でしたね。まあその結果についてはですね、こうご期待ということで後日報告したいと思うんですけれども、まあまあこういうようなオンラインでの研修っていうのも、私はですね、これからどんどん流行ってくるんじゃないのかなと思っていて、オンラインでの研修ってやっぱりですね、僕はいいなと思っていて、
特にですね、一度録画してる映像を配信してるものについては、倍速機能が使えたりするんですよね。皆さん動画とか倍速で聞いたりしますか？映画とかだったらね、あんまり倍速で聞いてもこう味気ないなっていう感じで、私も映画を倍速で見たことはないんですけれども、研修の映像とかですね、セミナーの映像に関しては僕も2倍とか 2.5 倍とかで聞いたりしてですね、最初は 1.5 倍ぐらいで聞いてたんですけど、だんだん耳が慣れてきてですね、今はだいたい2倍ぐらいで聞いてるんですよね。で、人の話が最初はこうニョ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 っていうような感じで全然聞き取れなかったんですけど、だんだん耳慣れてくるんですよね。あれは不思議なもんですね。それで今はだいたい2倍ぐらいで聞いてるんですけれども、そういう風にして聞くとですね、やっぱり時間の短縮になりますしね、結構いいですね。おすすめですね。YouTube をですね、倍速で聞くためのこう Chrome っていうそのブラウザを使ってるんですけれども、 Chrome 用のですね、なんかこうあれが、なんていうんですかね、途中で入れる機能を付加するそういうアプリがあるんですよね。それをつけてですね、声が高くならないようにしてですね、キーピッチをこう調整してくれるアプリを入れて聞いてますね。結構おすすめですね。セミナーなんか動画なんかをよく聞く方についてはですね、どういうアプリ入れてるのかっていうのを気になる方いましたら、ぜひ、三角山放送局までお問い合わせください。私の方で答えさせてもらいます。という感じで、やっております。で、今日お話しする話はこういったそのセミナーとか研修とはですね、全然関係のないお話をしようと思ってます。今日のお話はですね、養育費についてお話をしようと思ってるんですよね。養育費、だいたい養育費って皆さんだいたいわかりますよね。離婚した後にですね、お子さんを育ててる方に対して、親権を持ってお子さんを育てている一方の親に対して、もう片方の親が払う、支払う、子供の成長のために払うお金なんですけれども、この養育費についてですね、最近いろいろとこうニュースになるような出来事がありましたので、お話をしたいというところですね。この養育費っていうのがですね、離婚した時に決めるのが通常だと思うんですけれども、もちろん離婚した後にですね、話し合ってまた決めるっていうこともできます。で、離婚したする時にはですね、大体離婚の仕方についてはですね、以前にもお話ししたと思うんですよね。3つほどありますよっていうことで、話し合いで離婚しますよっていう協議離婚ですね、協議離婚した場合には離婚届に書いてですね、区役所に提出するっていうことになるんですけれども、その他にですね、裁判所に調停を申し立てて調停で離婚をするっていう調停離婚ですね。それから調停っていうのは話し合いなんですけれども、話し合いでうまくいきませんでしたと、話がまとまりませんでしたっていう場合には、最後には訴訟を申し立てなきゃいけないですね。離婚訴訟で裁判離婚をするわけなんですけれども、調停にしても訴訟にしてもですね、調停の場合は調停調書、裁判の場合は判決になるわけなんですけれども、判決を区役所に持ってってもですね、結局離婚届にこれじゃあ書いてくださいっていうふうに言われますので、注意が必要ですね。で、ただ離婚届ですね、普通は相手のもう一方の親と二人でこう書かなきゃいけないんですけれども、調停や訴訟の場合はその必要はなくて、持ってった人のサインだけでいいですよっていうことになりますので、その点はご安心くださいということなんですね。で、こういうふうにしてですね、離婚するときに養育費の額を定めたりするわけなんですけれども、養育費の請求権って結構強い権利なんですよね。皆さんご存知でしたかね。養育費っていうのはですね、例えば払わなきゃ、通常はお父さんが払うことになるのが通常だと思うんですけれども、お父さんがですね、借金がすごく多くって、もうニッチもサッチもいかないぞというふうになってですね、もうこれは生活できないと、債務整理を考えなきゃいけないっていうような形になって、債務整理を弁護士に、あるいは司法書士に依頼したっていう時にですね、養育費もちょっと支払い切れてないということで、養育費の未払いもあるっていうことがあるんですよね。で、そうするとですね、どうなるかっていうとですね、債務整理をして、債権者一覧表って言ってですね、誰が債権者なのか、お金を貸してるのかっていうのをですね、まとめるんですよね。で、大体はカード会社になるんですけれども、その中に養育費、お母さんの名前が出てきたりします。
。でそうするとですね、破産して免責って言ってですね、借金をチャラに、簡単に言うとチャラになるということになると、養育費も払わなくていいんでしょうかっていうような話になるんですけれども、実はですね、破産しても養育費だけは払っていかなきゃいけないっていうことになるんですよね。かなり強い権利として認められています。認められてはいるんですけれども、実はですね、日本はですね、養育費の回収、回収率というかね、支払いがかなり悪いんじゃないのかっていうふうに言われております。これは非常にこう先進国の中でも問題じゃないのかなというふうに言われておりまして、こうした声を受けたのかどうかはちょっと定かではないんですけれども、つい最近ですね、ゾゾタウンを作った前澤さんって皆さんご存知ですかね。ご存知ですよね。おそらく有名ですもんね。あれですね、芸能人の剛力さんでしたっけね。剛力さんと一回別れたけど、またなんかくっついてるんですよね。それはゴシップネタなので全然いいんですけれども、そのゾゾタウンの前澤さんがですね、最近養育費を以前のパートナーに代わって支払いますよっていう、そういう株式会社を作ったんですよね。これが結構話題になりました。我々弁護士業界でも話題になりました。で、このゾゾタウンの前澤さんが作ったですね、会社が株式会社小さな一歩っていう、そういう会社を作ったようなんですよね。で、まあどういうスキームなのかっていうとですね、元パートナーが養育費を払うんですけれども、本来は、元パートナーに代わって会社が払いますよっていう、そういうような形になってます。でただし払うよって言ってもですね、保証っていう形をどうも取るようなんですよね。なので会社がですね、養育費をお母さんに払ったら、会社はですね、当然お父さんから回収するっていうような、そういう形になります。で、お母さんに払う養育費なんですけれども、株式会社ですね、小さな一歩っていうのは、株式会社っていうのは営利を目的としてますので、当然ですね、手数料を取るんですね。20% とか、それぐらいの 25% とか、それぐらいの手数料をどうも取るようです。ということなので、本来もらえるはずの養育費よりもちょっと下がっちゃうよっていうような、そういう問題があるようです。でこの点についてですね、日弁連の方からもですね、ちょっと文書が出たりしててですね、こういったその手数料が、この ZOZO の前澤さんが作った会社だけじゃなくってですね、今養育費保証会社って検索するとですね、結構出てくるんですよね。でこういうたくさん会社できてるんですけれども、ちょっとこの手数料が高額すぎるような、不当な手数料を取ってるんじゃないのかっていう会社があるんじゃないかっていう、そういう注意喚起の文書ですとか、あるいはですね、養育費が回収できないと支払われないとか、あるいは事前に養育費の額とかを決めておかなきゃいけないんですけれども、そういう時にはですね、この会社ではできなくって弁護士に依頼することになるんですけれども、その弁護士を依頼する際にですね、弁護士紹介料とかを取ってたりするとですね、非弁行為の疑いがあるんじゃないのかとか、そういうような問題が、法律上の問題があるようなんですよね。そういう注意喚起の文書を日弁連の方で出したりしてます。ただですね、本来はやっぱり、養育費ですとか子育ての問題って国とかがきちっとですね、制度を決めるべきじゃないのかなと思うんですよね。そういうのをやらないがために、こういう民間で何とかしようっていう動きが出てきたので、まあ、国とか日弁連にはしっかり頑張ってほしいなというようなところですね。非弁行為といえばですね、東京ミネルヴァの問題ありますけれども、ちょっとですね、時間もないので、これはまた今度、雑談がてらですね、お話できたらなというふうに思います。さて本日は養育費についてお話をしました。ことに弁護士カフェでは、地域の皆さんからの法律に関する疑問、身近なお悩み、誰かに聞いてほしいな、こんなこと相談してもいいのかなと考えてしまうことがありましたら、もう相談のサインです。揉め事になる前にぜひご相談ください。ことに暁法律事務所の小野明義、長友国際法律事務所の長友貴則がお話を聞かせていただきます。番組宛にどうぞ、ファックスか E メールで受け付けます。ファックス番号
2-640-3331、メールアドレスはリクエスト@山.co.jp でお待ちしております。お気軽にお寄せください。では来週もお楽しみに。今日の担当は弁護士の小野明義でした。地域の頼れる弁護士さん、ことに暁法律事務所は、分かりやすく親切にを心がけています。あなたのお悩みやトラブルを少しでも軽くしたい。弁護士小野明義、小野博道、馬場幸喜が親身に伺います。西区ことに1条6丁目西区役所向かい、ことに第一ビルディング3階、電話 624-0055、 ホームページもご覧ください。ことにの頼れる弁護士、長友貴則です。長友国際法律事務所は地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、離婚などの家族の問題、国際ビジネス、知的財産もお任せください。ことに1条4丁目紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったをよかったに変えたい、ことにの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。ことに弁護士カフェ、この時間はことに暁法律事務所、長友国際法律事務所の提供でお送りしました。